緑地が広島県、ピンク地が愛媛県秋灘諸島連絡河橋は本州側の広島県呉市とその南東に位置する秋灘諸島の島々を結ぶ八つの橋梁の総称である。愛称の秋灘と美島街道と呼ばれることが多い。七号橋の岡村大橋は小規模な橋ながら広島県と愛媛県の県境をまたいでいる。 広島県呉市の本州側から、秋名田諸島のうち、5つの有人島と2つの無人島を結ぶルートを8本の橋で、瀬戸内海を渡るルートである。本州側から八強で、唯一の有料道路となる、秋名田大橋で、下鎌狩島へ渡る。続いて、上鎌狩島へは、鎌狩大橋、豊島へは、豊島大橋、大崎下島へは、 豊浜大橋と友人島に渡っていく。さらに、農耕地がある無人島の平ら島へは、平らら橋、同じく無人島の中の島へは、中の瀬戸大橋で海を渡り、最後に岡村島へ、岡村大橋で渡る。現在8号橋を除き、1号から7号までの7本の橋で共用されており、有料の秋灘大橋を除いて、他の橋は無料で通行できる。 8号橋は計画段階であり、事業化されていない。岡村島から、先の交通路は、高戸島、大下島、大三島、四国の今治市と船で連絡する。また、岡村島から4本の橋により、高戸島、大下島、柏島を経由して、大三島へつなぎ、西瀬戸自動車道に接続する構想が存在する。各橋梁の形式は、吊橋やシャバリ橋、 トラス橋というように、それぞれが異なっている。2008年8月28日、公募により1号橋から7号橋の区間相称が、秋だと美島街道に決定した。また、島並街道をもじって、浦島並街道と呼ばれることもある。また、5号橋から7号橋までを含む、大崎下島から、岡村島へと至る区間には、秋名田オレンジラインの愛称がある。 秋灘と美島街道は全国から寄せられた3118件の愛称決定応募作品の中から選ばれたものであり、瀬戸内海に浮かぶ島々は、あたかも庭園を渡る飛び石のようで秋名田へと通じる海の道をイメージして名付けられたとされている。瀬戸内海の西に位置する秋名田の島々を結ぶ、島並街道と比較すると橋も小さく、 観光地としてはマイナーではあるが、下鎌狩島の朝鮮通信主関連の建物の復元や、上鎌狩島のビーチ、宿泊施設、温泉、B&G、天文台等を有するリゾート施設、県民の浜、鎌狩、大崎下島のみたらし地区などに、風間地港として賑わいを見せていた、当時の面影を残す街並みがある。広島県呉市愛媛県今治市。 A.B.C.D. 中村淳一編 2018P115A.B. 佐々木医師の伊藤 2015P112 豊島大橋海通ありがとうございます